はい、どうもゆうすけです。今回、新しいゲームやっていきたいと思います。久しぶりすぎる。このゲームは、100円でね、期間限定でダウンロードしたんですよ。まあまあ面白いとのことでやっていきたいと思います。ちょっと新しいゲームでいきます。ちょっとやったんでね。で、まあ中級でいきましょう。ちょっと上手くないんで、中級でも多分いっぱい死ぬと思うんですけど、よろしくお願いします。なんかね、バイオハザードみたいな感じだというふうに思いますが、まあ、ちょっとなんかね、その人との人間性とかね、こう関係性とかなんかいろいろそういうのを表現してくれてることを願ってます。怖いの重視だとちょっと僕苦手なので、どっちかっていうとストーリー重視がいいですね。多分怖いの苦手な人も見てると思うんですけど、それ以上に僕は今怖いので、一緒に見ましょう。大丈夫です。さあ、時計の音が、お、始まりましたね。女の子かわいい。頼む、聞いてくれ。あいつは上司だぞ。だから今クビになったら困るんだよ。分かってる。明日の朝話そう。明日の朝だ。じゃあな。はい。仕事どうだった？なんでまだ起きてるんだ？しまった。何時？とっくに寝る時間だろ。まだ今日でしょ。ああ、疲れてるんだ。口答えはやめてくれ。はい。なんだ？誕生日でしょ。しばし見ててください。時計が壊れたって言ってたよね。だから考えたんだ。気に入った？サラ、これすごくいいけど動いてないぞ。ほら。え、嘘嘘嘘。バーカ。お金はどうしたんだ？ドラッグ売りさばいて儲けたの。そうか、じゃあローンも手伝ってもらおう。はいはい。アメリカンジョークってやつですかね。ちょっと全然笑えなかったけど。あら、かわいい。若い奥さんってわけではなさそうですね。お子さんかな。父子家庭なのかな。おやすみ、愛してるよ。布団かけてあげて。わあ、びっくりするね。もしもし。だから、パパすぐ呼んでくれ。トミーおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ。何か？トミーおじさん、もしもし。せっかちなおじさんだな。ちゃんと要件言ってよ。あ、動かしたら動くのね。でも主人公この人なの？何だったの？何だったの？お。通じない。通じない。あ、いるよ、ここに、かわいい子。子供部屋だね。かわいいものいっぱいある。ギター弾くのか、この子。なんか光ったぞ。こうやって多分、触れるものにこうやって出るんだね。あ、しまった。あげるの忘れてた。コングラチュレーションズ。ハッピーバースデー。言わのとは分かりません。お父さんに向けた誕生日カードかな。
とりあえず見るところはもう下着とかちょっと見れないね。どんな感じでしょうか。面白そうな感じですかね。なんかやっぱ今のゲームってこう綺麗だね。こうキャラクターとかがさ、これヘッドセットでやるとマイクなんかこれ、おや、やっぱパパなんだな。怖いんですよね、この急な音が。なんかある。病院なんかの記事。ちょっとわかんない。パパ。勝手に喋んな。これちょっと怖いでしょ。ちょっと静かに行こうよ。走ったりはできないんだな。お。ここなの？ここにいるのよ。病原菌。怖っ。あ、L3。 うわ、何これ、なんか爆発した。パパ、ワンワン吠えてる。助けてパパ。なんか運動器具ある。なんか持ってけないの。銃とかないの。ちょっとパパのギター、一つギター持ってるのかい。とりあえず多分下に行かないと進まないのかな。何が起きてるの。なんかが起きてるんですね。うわー、警察もめっちゃ走ってる。なんかあったんですね。ドアは何もない。めっちゃ犬吠えて。ここにもギターある。ギター3本ぐらいあるのか、もしかして。うわー、パパの電話。はい。着信が8回。一体どこにいるんだ。トミー。すぐに行く。パパの電話起き。ここは ？I'm going to be home late tonight. Go ahead.なんて書いてるか。フード。See you in the morning, Dad. パパから、なんだろう、遅くなるみたいな話かな。割と広いお家ですね。あと調べるとこないのかな。こう包丁とか持っといた方がいいんじゃないの。ちょっと皿洗っといて。いや、犬とか来そうじゃん。え、何、犬どうした、何があったの。なんかキャインって言ったよね。おお。あ、パパ、サラ大丈夫か。パパどうした、血だらけ。誰かここに来たか。うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな。おい、下がってるんだ。パパ怖がらせないでよ。どうしたの。離れとくわ。様子がおかしい。病気みたいだ。病気って。うわぁ、くそ、ジミー。びっくりした。血だらけパパ。ジミー何やってんの。ジミー警告だぞ。やめろ。もうジミー家に入ってこないで。撃ったの、消せ撃ったの。何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることが分かるか。寝起きでこれはきついよ。行こう。大丈夫。何が起きてるか分かるか。ちょっと待ってな。なんだこれ、血だらけじゃないか。何 L2。 あ、見れる、いろいろ。
ったんだ。こうやって見れるんだ。大丈夫かい？大丈夫。ラジオ聞いてもいい？ああ、もちろん。ああ、怖い怖い。いろいろ見れる。携帯もダメ。ラジオもダメ。なんかいる。なんかいるよ。さっきニュースが流れた。え、なした。ハイウェイを封鎖しているそうだ。前見てればいいのかな。これ俺運転してないんですよ。勝手に。ああ、サラ。サラの視点しか見。何死んでるの？来るか、ゾンビ。外見ることしかできないよ。勝手に動く。車ボコボコ。だが市街地だけじゃない。最初は何だってことだった。それが東海岸と西海岸。家燃えてる。おはらルイスの農場だ。うわぁ、奴は大丈夫さ。私たちも病気。いや、病気じゃない。すごい道だ。町の方で発生したらしい。本当だ。ミニーも町にいたんだ。ええ、そうだ。俺たちは大丈夫だ。おい、人がいる。なんかいる。無視しろ。子供もいる。こっちもだ。でも乗れるよ。走るか、トミー。止まって。まあもうこういう災害の時助けてられないんでしょうね、本当に。乗せられたのに。うわうわ、危ない危ない。けい、どうなってんの病院。最悪だ。渋滞。みんな同じことを考えてやがる。戻ってから。なんだお前、行けよ。うわ、変なやつ来た。やばいやばいやばい。トミ、トミ、やばい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 。あー、怖い怖い怖い。うわぁ、ビクってなった。やばいやばいやばい、これやばいよ。やばい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 。あ、四角押すの、はい、はい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 。おお、やるね。怖っ。うわわ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 、ちょっとやめて。あらー、ここだよサラ、ここだ。手を貸して。どうした？どのくらい？逃げないとやばい。これで守ってくれ。さあ行くぞ。しっかり捕まれ。え、ここから俺なの？ちょっと待って。怖い怖い怖い。うわ、全部。ないないない。あらららら。あらららら。らら、どれゾンビかもうわけわかんないでしょ。人いすぎて。あー、怖い怖い怖い。あらららら、ら、どっちどっち、こっち。ああ、サラ見るな。やばい、ないない。何あれ、ゾンビ。どっち、こっちでいいの。危ない危ない危ない。怖い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 。どうしたの。ああ、ゾンビ。やばい、ちょっとどけて。ちょっと邪魔。こっちも必死なんだって。子供いるんですよ。あーあーあー、そっち行っていいの？どっち？どっちどっちどっち？
そっち？こっちか。どっちだ？早く、早く、早く行って。走る、走る。よし。うわあ、ちょっと。やめて。よしよしよし。抜けてくるの？映画じゃん。あー怖い怖い怖い。どうやってそんな壁登ってきてん？助けて。ちょっと入れて入れて。早く早く。ハイウェイにいて。アイアンやサナがいるだろ。俺は追いつく。先に行ってるぞ。急げ。トミー。おじさんを置いてかないで。無理でしょう。ドア閉まってる。怖えよ。どっちだよ。こっちか。なんか出てきてる。後ろ振り向けない。怖い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 よ怖いよ。ちょっと誰かいないの？出てきてるじゃん。うるさいうるさいうるさい。怖い怖い。なに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 、どっから出てきてんの？ずるい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 。ずるい、やだ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 。後ろ見れない。あ、足が折れたみたいで。わかった、俺たちは病気じゃない。パパ、トミーおじさんは？まずはお前を安全なところまで連れていく。小さな女の子もいるんですよ。しかし了解。頼む、ひどい目にあったんだ。とりあえず、ひでえな。なんだあいつ、ぶっ殺してやる。やめてくれ。お、トミーだ。まずい。嘘だ。ああああ、嘘だ。大丈夫大丈夫、絶対に助かるから、しっかりするんだ。さあ持ち上げるぞ。痛い痛いよな。頑張ってくれ。頼む、大丈夫だ大丈夫。あ、サラサラ、嘘だ。ダメダメダメだ。頼む、そんなと言ってくれ。頼む頼む。ダメだ。神様神様、そうして。頼む頼む、行かないでくれ。頼む。いきなりちょっと重すぎません？ちょっと、これまでに200人以上の死亡が確認されています。知事は非常事態を宣言し、すごい数の死体が道路に並べられてた。WHO 世界保健機構によるワクチンテストが失敗したとの情報が漏洩し、世界各地でパニックが広がっています。官僚が追放されたことで、ようやく市民保護のために必要な行動。ついにロサンゼルス市でも初めて戒厳令が発令されました。全ての住民が72時間以内に指定の隔離地域へ。史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が3日目を迎えました。バイラフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らに社会検証は政府組織の復活を訴えています。抗議デモの責任者としてバイラフライのメンバーとされる6名が処刑されました。まだ一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。それがバイラフライです。めっちゃ見入ってしまったよ。